FA 権行使を選んだ選手たちの思い。2023年シーズンも終了し、野球ファンが次に注目するのはストーブリームでしょう。FA 市場も活気があり、FA 権を行使する選手も相次いでいます。そんな選手たちの動向には様々な噂もささやかれ、実績ある選手の獲得に乗り出そうとしているチームも出てきました。各球団の主力たちは来年どこのチームでプレーするのでしょうか。山川穂高。オフの去就が最も注目されているのは山川穂高でしょう。プロ10年間で通算218本塁打を放っている球界屈指のスラッガーです。山川は中部商業から富士大学を経て2013年ドラフト2位で入団しました。2018年に47本塁打を放って本塁打王を獲得すると、翌2019年も43本塁打で2年連続本塁打王となり、日本球界を代表するスラッガーとなります。2022年も41本塁打、90打点という記録を残し、本塁打王と打点王を獲得。さらに2023年シーズンは節目の10年目に並々ならぬ意気込みを示し、3月の WBC では世界一メンバーにもなりました。しかし5月に強制性交容疑で書類送検されるという自身の不祥事が明るみになり、一気に山川の野球人生は暗転します。約3ヶ月後に嫌疑不十分で不起訴処分になったものの、球団は1、2軍の公式戦無期限出場停止処分を下し、2023年はわずか17試合の出場のみに終わったのです。FA 権を獲得し、去就が注目された山川でしたが、期限ギリギリまで悩んだ末に FA 権の行使に踏み切りました。西武は単年契約を提示しており、成績、他選手への評価、影響などを踏まえての減額での提示とみられています。宣言残留は認めているものの、獲得競争になった場合も条件の見直しはしない方針です。そんな西武とは異なり、破格の待遇で山川を迎え入れようとしているのがソフトバンク。FA 宣言時に備えて調査を進めてきたソフトバンクは、4年総額20億円の契約を提示する意向で、西武の条件を大きく上回るとみられています。現時点では山川獲得レースでソフトバンクが頭一つ抜け出していると言えるでしょう。もともと山川は FA 移籍でソフトバンクに加入するだろうと噂されており、相思相愛だとも言われています。この状況で横やりを入れる球団があるのか、それとも西武に残留しプレーで恩返しをするのか、今後の動向に注目です。中田翔。中田翔の去就も山川同様に非常に注目されています。2008年の日本ハム入団以来、長らくチームの主砲として打線を牽引してきました。チャンスでの勝負強さにも定評があり、2014、2016、2020年と3度の打点王を獲得しています。2021年途中から戦いの場を巨人に移した中田は、2022年に24本塁打を放つなど一定の活躍を見せてきました。しかし2023年は若手の台頭や併用などもあり、出場試合は92試合にとどまります。この状況から FA 宣言をするのか否かと球界が注目した中田は、 FA 宣言をせず契約の見直しや破棄ができるオプトアウト権を行使して契約破棄を選択。野球人生も最終盤を迎え、中田が求めたのは出場機会でした。シーズン後から熟考を重ね、その度に試合に出たいという思いにたどり着いたのです。保留者名簿から外れて自由契約選手となり、他球団への移籍を目指すことになりました。そして中田の獲得には得点力不足の解消を目指している中日が調査に乗り出す公算が大きくなっています。球団史上初の2年連続最下位に沈み、得点は4年連続リーグワーストの390で、1試合平均得点は2点台と散々の成績。打撃部門の主張は軒並み低調で、実績のある長距離砲を欲しています。中日は中田の FA 宣言に備えて調査を進めてきました。ファーストにはダヤン・ビシエドがいますが、2023年は91試合に出場し、打率2割4分4厘、6本塁打、23打点と衰えが顕著で、3年契約の最終年となる2024年に V 字回復できるかは不透明。
加えてサードを主に守った石川昂弥は打率2割4分2厘、13本塁打、45打点と発展途上で、チームの浮上には絶対的な核となる打者が必要と判断したようです。中田は100打点超えのシーズンが5度と中日に最も足りない得点力を持ち、ファーストの守備も球界トップクラス、10年にわたる低迷に終止符を打つための切り札になれる存在といえます。他には広島も2023年に60試合でファーストで先発出場したマクブルームが退団したため、中田はこれ以上ない最適な人材。広島としては中田をファーストに固定し、新井監督悲願の優勝へ突き進みたいところです。試合に出場するという中田の願いを叶えられる球団が獲得レースを一歩リードするかもしれません。西川龍馬。西川龍馬は2015年にドラフト5位指名を受け、王子製紙から広島に入団しました。入団年に25年ぶりのリーグ優勝も経験し、3連覇となった2018年は打率3割9厘をマーク。西川は、やっぱ3連覇した時にその場に入れたのが僕の野球人生ではいい経験になっていると思います、と語りました。ズバ抜けたミート力を持つ西川は、ボール球やインコース高めの球を捉える技術があり、その打撃センスは天才と称されています。2019年には打率2割9分7厘、16本塁打、64打点の成績を残し、レギュラーに定着します。安定して3割前後の打率を残せる西川は、チームの主軸に座る存在となりました。西川は2022年に国内 FA 権を取得すると、単年契約を結び、新任の新井貴浩監督の下でプレー。西川は天才的な打撃技術を2023年も披露し、セ・リーグ2位の打率3割5厘をマークしました。広島への愛着と感謝も語っており、ものすごく濃い時間でしたし、いろんな方にお世話になりました。FA 宣言するって言ったものの、やっぱり寂しいという思いが一番です。と愛着も覗かせています。広島への愛着は抱きながらも、バットマンとして前に進む決断をしたのです。これを踏まえ、SNS では、今年1年残ってくれただけ恩義よ。カープファンは去る者追わずなので、新井さん就任のために1年間残ってくれてありがとう、などと感謝する投稿も見られました。FA 権行使を表明した際に西川は、パ・リーグの野球に僕が通用するのか興味があった、と新たな挑戦を移籍理由に挙げています。西川がパ・リーグ移籍希望を表明したことに広島ファンは、パ・リーグなら全力で応援できる。過去ほぼセ・リーグだったけんね。など納得する声も聞かれます。広島での8シーズンで通算打率2割9分9厘、64本塁打、341打点の数字を残した西川。西川はもう30手前ですし、ここから良くなるのか悪くなるのか自分次第でもあるので、環境を変えてまた新たな自分探しができたらなと思っています、と新たな挑戦を模索しています。そんな西川にはオリックスがすぐにアタックをかけました。福良純一 GM は、西川が FA 宣言選手として公示されるとすぐに動きます。2023年の年俸1億2000万円から倍以上となる4年総額12億円以上の条件とともに、2022年まで吉田正尚がつけていた背番号7を提示したのです。山崎福也。山崎福也は明治大学に進学後は日米大学野球選手権で日本代表に選ばれ、2014年のドラフト1位で入団しました。150キロ近いストレートと多彩な変化球を持つ山崎は、特に80キロ台を計測するカーブと、なかなか打者の手元まで来ないと体感させるチェンジアップを駆使した緩急自在のピッチングが持ち味です。入団後は先発と中継ぎをしながら一軍に定着していきます。2023年は先発ローテーションを守って23試合に登板し、初めての2桁勝利となる自己最多の11勝を挙げて、パ・リーグ3連覇に貢献しました。シーズンオフに山崎は FA 権行使したことを明らかにし、一人の野球人としてオリックスや他球団の評価を聞きたくて行使を決めた、と理由を説明。球団選択の基準については、一番活躍できる場所を選ぶことに重点を置いているといい、球団からは、まずはしっかりと周りの評価を聞いてこいと言ってもらえていると語っています。
山崎の獲得レースには先発投手が不足しているチームが名乗りを上げているようです。特に DeNA はエース今永翔太がポスティングシステムを利用しメジャー移籍を目指すことが決定しました。さらにトレバー・バウアーもメジャー移籍が取り沙汰され、石田健太が国内 FA 権を更新。3人の先発が離脱する可能性があり、山崎は補強ポイントに最も合致するでしょう。山崎もエース格として迎えられるとなれば、DeNA に移籍することは魅力に移るはずです。また、リーグ連覇から5位に低迷したヤクルトも先発不足は深刻で、山崎は喉から手が出るほど欲しい存在でしょう。DeNA とヤクルトに続いて、巨人や日本ハム、さらにソフトバンクも獲得レースに参戦したとの情報もあり、いずれかのチームに移籍することは濃厚。今回の FA 移籍で予測するのが最も難しい選手ですが、山崎にはぜひ悔いのない選択をしてもらいたいです。石田健太。石田健太は2015年に法政大学からドラフト2位で入団しました。2016年には先発に定着し、自己最多の9勝を挙げます。2020年には中継ぎとして芽を出し、50試合に登板するなど、先発、中継ぎともに経験豊富です。9年目の2023年は自身5年ぶり3度目の開幕投手を務め、23試合に登板して4勝9敗、防御率 3.97 で先発ローテーションの一角を担いました。球団は2022年オフに続いて複数年での残留要請を行いましたが、石田は申請期限いっぱいまで熟考の末に FA 権の行使を決断。石田は保証の発生しない C ランクと見られ、動向が注目されます。球団を通じて石田は、球団からも残留オファーをいただき悩みましたが、積み重ねて得た権利でもあるので、他球団の評価も聞いて、後悔のない選択をしたいと思います、とコメントし、他球団を含めた交渉に臨むこととなりました。しかし、石田に関して、11月19日時点では獲得に乗り出している球団の情報はありません。先発投手では実績も上のオリックス山崎福也に人気が集まっていることから、山崎を獲得できなかった球団がターゲットを石田に変える可能性は高いでしょう。複数の先発投手の流出がささやかれている DeNA は石田の残留を強く望んでいることから、他の選手と比べ残留の線は強いかもしれません。例年と比べ移籍の情報が多い2023年のストーブリーグは12球団の戦力図を大きく変える可能性があります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。